神戸神社は、兵庫県辰野市にある神社、秋祭りにちなみなく和津の宮とも呼ばれる。神戸神社は、伊藤隆人が宮司を務める宗教法人。現在の宮司が就任するまでは三代目続けて、室崎家が管轄していた。1200年もの有意志を正しき歴史を持つ神社であるが、現在の宗教法人神戸神社は、第二次世界大戦中に、 宮司不在であった神戸神社を建て直すために、室崎家本家である大使長の麻生神社より、室崎主家さが建て直しに入ったのをはじめとする。後に、その立地の良さと広大な土地を活かし、結婚式事業で急成長。現在も多くのうじ子、役員を抱える。2017年5月より、宮司に伊藤隆人が就任。新たに年間行事に和子祭りが加わった。 昭和後期、結婚式事業で急成長した神戸神社は、事業拡大、施設が老朽化していたこともあり、昭和52年に社殿再建を行った。神戸山付近に広大な土地を持っていたため、土地一部を売却。二代目、宮司・室崎貞田が指揮を取り、当時の価値で30億円をかけ6000坪の境内の整備、社殿、社務所、社宅の建て直し、 大国殿と呼ばれる結婚式場の建設を行った国道2号線 JR 辰野駅に面する。これらの神々は1468年3月昼の日にハリマの国の宮岩神社よりご分礼を招いた。しかし神戸山はハリマ風土記もある通り古来から神の宿る聖地、神山として崇められていたために1200年もの長い歴史を持つ。 広い土地を生かし、境内には多くの桜の木が並び、中島を持つ池や月山がある。結婚式事業を意識したこともあり、一部境内は庭園として整備されている。春の桜も素晴らしいが、特に夏は圧巻であり、美しい緑の木々で朱色の社殿が映える。一般客は中まで入ることはできないが、式場と社宅に挟まれた中庭が非常に美しい。 庭園となっており、社宅玄関側も庭園として整備されている。神戸神社の八幡宮は全国的にも珍しく、二つ縦に並んでいる抹茶の後ろ側にある。基本的に八幡宮は目立つ手前に置かれるのだが、それら二基の内手前の抹茶が旧本殿であるため、旧本殿を優先し八幡宮が後ろに隠れている。 兵庫県辰野市某川町神戸北山222ありがとうございます。